はい、こちらですね、まだあの序盤のステージなんですけども、はい、まあ、今回先ほど言ったあの神器という要素が入ってるんですが、その神器が解禁になるステージになってますね。あ、そうなんですね。はい、ただ神器がなくてもですね、まあ、いつも通りのこの無双アクションがしっかりと使えますので、まずはそこから楽しんでいただくというところが、まあ、基本にはございますね。やっぱこんだけの敵がいても処理しないでぬるぬる動いてるところはさすがですね。そうですね、あの爽快感というところを大事にしてますので、そうですね、まあ、あとオロチというとやっぱりね、キャラクター切り替えてどんどんコンボがつながっていくのはかなり気持ちいいですもんね。そうですね、あの3人パーティーで戦えるというところも、まあ、キャラが多いというところもあるので、そのキャラクターを好きに組み合わせて使っていただけるというところですね、はい、お、カットシーンが入りましたね。こちら何かが起きて、なんだなんだと、なんか見たことのないものがそうですね、まあ、歴戦の猛者たちでもびっくりしてしまうような何かが起きてますよと。ただそれを普通に使ってしまうとそうなんですよね。わあ、この人たちあのそれとあんま細かいこと気にしないのでもう手に入れたら足を締めた感じでもどんどんと使っていってしまいますね。あ、こいつええじゃんみたいな感じですか。 R1 と、四角と三角とかで使えるですね。そうですね、はい、R1 をしながら四角三角丸、これで技がそれぞれ発動するようになってます、うん、はい、で今これプレイはあの PS4 のプロでやってあります。でですね、その通常、チャージ、固有という3種類の あの神術があるんですけども、はい、まあ、今回あの神器が、全部で16種類あるんですが、はい、そのこうこの今連れてるキャラクターですね、全部同じ神器を実は持ってるんですね。これダーインスレイブという、まあ、体験の神器なんですけども、まあ、この神器なので、あの通常とチャージはあの同じアクションが発動するようになってて、うんうん、あ、これはあの、はい、遊びやすくあのいろんなバリエーションを覚えなくても遊べるという形で、ああのご用意しています。通常とチャージは同じ神器が、あ、真実は使えるんですけども、ロックオンして弾き飛ばすみたいな。そうですね、はい、で1個、R1 プラス丸で発動する固有真実、ちょうど今直政くんが気づいたところなんですけども、他の使い方もできそうですなんて言っちゃってますけども、どうやって気づくんだっていう話ですすごいな、R1 と丸でそれぞれ個別の固有真実というものが出ます。おお、すごい集まってきた。芝居の場合はこういうふうに敵を寄せ集めて、一気に破壊するというような形で、これ核ですね、はい、新さんが生むそのキャラクター核ですと、これ使ってみますね。ここに設置しておいて下からトラップ系ですね。そうですね、何かしか出すというような、これちょっとあのキャラクター性を取り入れたような170キャラそれぞれのアクションがあると。なるほど。でもう一人今東堂高虎を連れてきているんですけども、これ実はですね、はい、衣装がいつもと違ってまして、そうですね、こんな感じの、なんだこれは、何の衣装ですかこれは。これはですね、はい、じゃあ来週発売の、電撃さんの雑誌についてくる付録についてる。なんだっけなんで藤沢さんに言わせた自分で言わないと、はい、これ特典としてついてるんですね。ちょっと来週発売の告知になってしまうんですけども、電撃プレイステーションの方にこちらのコードがついてますんで、そうですね、ちょっとぜひですねお買い求めいただけると電撃プレイステーション編集部が喜びますはい、ぜひぜひ、はい、そうですね、あのこれあの元々の高虎のイメージのブルーは貴重にしてるんですけども、はい、まあ、あとあの手ぬぐいですね、これはそのままになってるんですが、あの実はデザイン的にはちょっと三国のイメージというか中華のイメージを取り入れていて、ちょっと今兵士がねいい感じに邪魔してくれてますけど、そうですね、あの三国と戦国の融合というところなので、なるほど、ちょっとそういったテイストを入れてまた新しい感じであの遊んでいただければなと思ってます、はい、あとせっかくなんでね、あのキャラクター言い乱れた例の技を、例の技ですね、そうですね、あれを出しちゃいます、はい、今ちょうど画面の左下にあの丸いゲージが今溜まった状態になっているんですけども、ね、この状態で、R2、L2 同時押しですね、
来た。はい、これがあの合体真実って呼んでいるものなんですけども、普段からいるこの3人のメンバープラスサポートメンバーというところ、あの実は裏手にもう4人控えてるんですけども、はい、そのメンバーも含めて合計7人で合体技をするというようなギミックになってますね。あれはどうやれば使えるようになるんですか、ね、はい、これはですね、あの条件というか、はい、実はあの先ほどの左下の丸のところがですね、今ちょっとだけ溜まってるんですが、だんだんとこれを溜めていくことができまして、でこの溜めには倒すと、そうですね、あのアクションしてればだんだん溜まっていくんですけども、なるほど、このヒット数を多く稼いだ上で真実でフィニッシュすると大きく溜まるというような形で、これをうまく溜めていきつつ、まあ、1000ぐらい溜まったかなというところで、まあ、これチャージ真実なんですが、一気に一戦でバーンと倒す。おー、すごい増えた。今弾のようなものが飛んできたんですが、まあ、あれで一気に溜まっていくというところで、だんだんと、まあ、通常アクションで、まあ、コンボを稼いでいただいて、その後で真実でフィニッシュをしていただくと、まあ、だんだんと溜まっていくというような形ですね。すごい、7割、8割ぐらい。そうですね。でうまくするとですね、このキャラクターをチェンジするときに、今の緑の竜巻なんですが、こうチャージ攻撃をするときにキャラクターをチェンジすると、スイッチコンボと呼ばれる、アクションが出まして、これ敵を巻き込みながらどんどんとコンボをつないでいけますので、キャラを入れ替えつつコンボを継続するみたいな、ね、これをうまく使っていただくと溜めやすくなってます、ね、なるほど。もう 648KO ですもんね結構倒すもんね合体真実でやると、もうその場にいる雑魚なんかは大体死んでってくれるので、まあ、一気に100とか200とか稼げるくらいにはなってますね。おっと、主人倒してますね。尊敬様の元へは行かない。なんかオロチシリーズの気持ちよさってここら辺だと思うんですよね、結構気づくとガンガン倒せてるっていう。そうなんですよ、もう千人斬りは一昔前の話みたいな、一気当選どころじゃないなみたいなところは結構ありますね。押し通るぞ。まあ、あと今回その場で馬を呼び出せるのもかなり便利だなっていう感じですね。あ、そうなんですよ。あのこの辺はあの、まあ、ユーザーの皆さんからのご要望というところもある、まあ、私のこだわりの部分ではあるんですけど、はい、あのすぐに移動したい、遠くに行きたいっていうところはやっぱり要求書でありますので、もうはいとすぐ乗るっていう、梱包して梱包した後にはい乗っちゃうみたいな、まあ、これでどんどんといいですよね。最近のシリーズですと結構あったりしますけど、はい、やっぱ便利だなって思いますね。そうですね、うん、あのこの辺はもうお客様の、まあ、やりやすさといいますか遊びやすさっていうのを、まあ、優先で、まあ、今回あの真実という、まあ、神の技ということでやっちゃってますので、まあ、やりたい方でやっちゃおうというようなことです。それはあの制限なく、そうですね、遊びやすさを重視してってことですよね。じゃあまた合体ゲージ溜まったのでもう一回使ってみますね。草が、いろんな草が。これ使用キャラによってやっぱ隊列も変わってくるって感じですよね。そうですね、フィニッシュ演出が選んだキャラクターと、まあ、あとは2パターン用意してますね。それで演出が変わっていく。なるほど。テーホさんがすごい頑張って応援してきますね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、そういうことでキャラクターを随時切り替えていただきながら、好きなキャラクターを選んで使ってもらうというのは基本にあって、でそれぞれ170人のキャラクターがもう独自のアクションをこんな風に持ってますので、そこからさらに真珠を使って、まあ、より深く遊んでいただくというような形に、仕上がってますね。そうですね、あと結構自分に合ったらその真実とか探すだけでもかなりバリエーションがあるんで。そうですね、あのいろいろ触って、あのキャラクターこいつ誰だろうっていうところから入っていただくもよし、はい、アクション的なところから入ってもらうもよしというところですね。わかりました。これナオトラの固有真実お見せしてませんでしたね。おー、まあ、氷を使ったようなキャラクターなので、それをさらに、まあ、増長させたようなアクションですね。なるほどですね、結構まとめて倒せましたね、ガツッと、ね、はい、じゃあ私はそうですね、じゃあせっかくなんでここら辺で KBJ もそうですね、ぜひやらせていただければと思います、ね。
じゃあ一旦画面を戻していただいて、はい、スタジオに戻してください。どうしましょう、誰使ってほしいとかあれば、あ、なんかコメントでいただけたりとか、なんか五郎さんありますか、使ってほしいキャラ。個人的にやっぱあのトータクとか石川五右衛門とか、はい、ああいうガタイがいい、はい、あのふくよかな感じのキャラクター好きなんで。じゃあちょっとそのキャラクターどっちか入れましょうか。そうですね、どうしましょう、あとはコメントでいただければ。じゃあ画面、ちょっとゲーム画面に戻して、ね、じゃあゲーム画面お願いします。まあ、こんな感じで直政、直政来てますね、コメントで。トータク行きますか。あ、せっかく行きますか。どうします、トータク行きますか。多いと脅威、脅威もありますね。これ多すぎてですね、確かにランマはこれなかなか大変なんですけど、綺麗どころは欲しい、確かにね、トータク行っちゃってるん で、 そうです、ね、じゃあバランスはちょっと考えて分かんないか。バランス考えますか。学神もありますね。学神、じゃあ、まあ、三国入れたので戦国もちょっと行きますか。そうですね、あとオロチ系とかしましょうか。じゃあ戦国とオロチからじゃあちょっといきますか。戦国からじゃあ綺麗どころガラシャとかいきますか。綺麗という感じで、そうですね、そういうガラシャ、ガラシャ行ってみますか。ギエン、まあ、でもやっぱこういう風に聞くと皆さんね、好きなキャラが変わってくるから結構大変ですね。そうですね、皆さんやっぱり好みがいろいろなので170キャラいますからね。そうですね、まあそういった方にも全てお届けできるというところは、今回しっかりご用意したところなので、どうしましょう。じゃああとはオロチキャラで誰か行きますか。どうしましょうかね。なんかオロチキャラで希望があれば、オロチキャラ何か希望があれば、あるかな、まあ、でも結構綺麗どころの要望が多いですけどね。綺麗どころ、じゃあ女性キャラ2人、太鼓坊、太鼓坊、じゃあ太鼓坊、太鼓坊も根強い人気ありますから、はい、じゃあ太鼓坊入れてみますか。オロチ様かぐや、おー、じゃあちょっと大工房行ってみましょうか。そうですね、はい、じゃあ、あとサポート、サポートは先ほどなんかコメントでもあった学神とかそのあたりでもいいのかな。入っていきましょうか。まあ、あと今回ちょっとお見せできないんですけど、キャラクター同士の掛け合いも結構面白くてですね、はい、はいはい、その U コードを上げてイベントが見られるんですけど、イベントとか会話見られるんですけど、フルボイスで展開して結構見応えがあるんですよね。全編フルボイスで全てお届けしてますので、はい、いろんなこういった、これ陣地の画面なんですけども、うん、ここで U コードが上がったりとか、新しい顔合わせが揃った時に、うんうん、いろんな会話が繰り広げられますので、はい、そういったところもご注目いただければなと思います。はい、じゃあそうですね、ちゃちゃっと決めていっちゃいましょうか。綺麗どころばっかり、ね、じゃあコアモデも入れておきましょうか。よし、じゃあ国家プレイはトータクの主張がやばかったんで。そしてプレイするのは、どこ行きます。ではあ、ちょっとネタシナリオなんですけども、はい、ちょっと面白げなところを入れてみたいと思います。ちょっとこの辺飛ばしちゃいますね。敵には遠州、それに敵にもトータクいましたね。まあ同キャラ対決でもいいでしょう。はい、じゃあ KBJ さんお願いします。お願いします。まあ、あと今回この前作というか今までのストーリーが描かれてるんで、はい、まあ、やってない人とかもですね、ちょっと軽く分かりますし、まあ、やってたけど忘れちゃったって人も、はい、ここら辺でおさらいできるのもいいですね。そうですね、おさらいとして、あの全て1から2アルティメットまで、はい、あの振り返りができますので。吉本殿、炎章殿、トータクと、かわいいな、3人の将がっちりトータクかわいいな。トータクはあの爆弾使ったアクションですね。そしてこの神器はケルベロスという神器になってまして、あの 3匹の、あ、ちゃんと地獄の番犬、ね、イメージしてる、あの番犬が出てきて、まあ、氷系の神術を使えるようになってますね。ギリシエの名称の神術しかあるの。とりあえずちょっとじゃあ移動してしまいましょう。そうですね、はい、目的としてはどういう目的になってるんですか、このスペース。これですね、はい、トータクと炎章、それから今川義元が手を組んで籠城しているというふうなところになってまして、そこをなんとか打開しようと。で今味方の軍師には核が入ってまして、核が2個高教職の系ですかね。それを使ってその通り、ここを突破しようというようなシナリオになってますね。なるほど、トータクちょっと面白いですね。アクションはちょっとだいぶ変わってますね、はい、変わってるんで。これ強いんですよ、実はすごく強いキャラクターです。お、そしてガラシャ、ガラシャですね。こちらは神器はアルテミスの弓矢ですね、うんうんうん、これ非常に使いやすい神技神術になってまして、通常はあの一気にあの敵をロックオンして戦えるという感じですね。これ奥義ですね。
はい、かわいい。もう1000ヒットまでいきます。だから今稲川さんが蹴鞠を蹴りたくてしょうがないって言ってましたけど、そうなんですよ、はい、近くまで行って蹴鞠をする、蹴鞠に誘おうというような、そこにいい直政が、私が蹴鞠をしましょうという形で向かっていくという、そういう意味でちょっとネタっぽいステージということですね。はい、まあ、でもなんかやっぱオロチはいろいろな遊びというかシナリオも面白いですし、結構本編と違う形が楽しめるのもすごいですよね。はいはい、そうですね、もう真面目な部分というか、三国無双、それから戦国無双ではそれぞれの、まあ、歴史を追っていっていただくというのがまあ基本なんですが、うん、まあ、その中での、その強いキャラクターですよね。キャラクターが強い武将たちが、じゃあ他の世界で違う話になったらどうなるのっていうところの、まあ、答えがこれかなとは思っているので、うん、味のあるキャラクターたちが出会った時の、その、まあ、融合というか掛け合いをしっかりと楽しんでいただけるかなと思いますね。さあ KBJ、 そうそう、はい、ゲージが溜まったんで行っちゃいますか、例の。じゃあちょっとここら辺武将がいるんで、はい、でかい、名前が濃い。じゃあトータクでかすぎてかぶってますね。これガラシャにしましょうよ。確かに、いやでもほらリクエストはね、五郎さんからトータクにしてたんで、いや嬉しいですね。はい、まあね、こういう風に本当にいろんな武将のアクション見られるんで、そうですね、なんかなんでしょうね、絵で例えばちょっと知的な武将を集めるとか、それでもいいですし、属性をちゃんと考えて集めるでもいいですし、そうですね、結構そこら辺は本当に幅広いですよね。そうですね、まだだからこいつかっこいいなとか、これ誰なんだろうっていうところ入ってもらって、はい、まあ、アクションを楽しんでもらうっていうのがまず最初で、はい、まあ、そこからだんだんとそのアクションの個性とか、その真実の具合とか分かってくると思うので、そこからやりくりの部分はこの組み合わせいいんじゃないのっていうところをどん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 やってもらうと、なるほど、というところで楽しんでいただけるかなと思いますね。ちょっとおかしい、セリフがおかしいですよ。蹴りましょうって言ってますけど、そうなんですよ。喜んでますね、今川義元。歓喜って書いてますね。炎章の方で、じゃあしっかりとこれで核のこの策略を成功させていく形ですね。二国教職が、あとなんか目的地が今回表示されてるっていうのも、あ、そうですね、はい、そのバトルの目標になるところに、まあ、ミニマップとか、まあ、あとは画面上もあの黄色い四角いターゲットで出ますので、はい、まあ、何か迷った時はそこに行っていただいて、まあ、敵を倒すなり、あ、まあ、目的を達成してもらうとだんだんと話が進んでいくと、いうことになりますね。まあ、初めてやる方もそこをやっぱ基準にして進めていけば迷うことはもうないと、あとこのちょっと顔ストレジンというのに説明もいただけますかね。はい、これはですね、まあ、ちょっと悪い影響を受けてしまった、神の力を受けてしまったというところで、はい、まあ、カオスに落ちてしまったと、移動もしてくれこれどこに向かってますね。で、このキャラクターの、はい、まあ、周囲に、まあ、カオスと呼んでいる、まあ、一定のフィールドを作りまして、まあ、通常の攻撃が効きづらくなるというようなキャラクターになってまして、まあ、その時に有効なのがこの真術ですね。真術を使ってうまく倒してもらうというようなアクセントがある、まあ、位置づけのキャラクター。なるほど、ちょっと逃げちゃって倒せそうにないですけど、移動していってあの辺で止まって、そこで今敵兵を召喚しだすと思うんです。なるほど、敵兵を呼びながらその周りを一気にこれですね、この状態になると、はい、まあ、普通の雑魚もなかなか通常攻撃効かなくなってくるので、うわ、これうまく真珠を使って突破してもらう。なるほど、へ、こういう感じですかね。ただこう、はい、悪いことばっかりではなくて、はい、これをうまくヒット数が300以上で倒してもらうと、とあるアイテムが出まして、そのアイテムを使うと覚醒っていうまた次のステップのアクションが使えるということになりますので、うまくこう出てますかね、もしかしたら出てるか。なるほど、なんでそのまあ困難ではあるんですけども、はい、それを乗り越えた時にまた自分にプラスの部分もあるというような、 あれですね、これを取ると今下に
覚醒、L3 覚醒って言ったらいいんですね。なるほど、じゃあ最後にちょっと覚醒だけ、あ、こんな感じで状態で早くなった、すげえ。下が変えると、でこれがあの進化化するキャラクターですとこの覚醒ではなくてここで進化化ができますので、はい、ビジュアルは変わって、一気にブーストして戦